はい、了解です。前回ですね、炸裂弾で 2×2 の拠点最後に抜いたんだったかな。でまあ、その時にですね、あと2日後ぐらいで、ワイプが来るという状態だったんですけども、まあ、そのね、拠点抜きをした翌日、ちょっとね、ラストできなくてですね、そしてまあ今日が翌々日、まあ、ワイプが来る最後の日ということで、まあ、サバイバルしていたサーバーに入ろうとしたところ、サーバーがなくなってましてですね、まあ、正確に言うとなくなってたっていうか、オンラインになってなくて、こうまあサーバーに入れない状態で、まあ、ワイプ最後の日結局できなくてですね、どれだけアイテム集まったかとかいろいろ紹介したりとか、まあ、それこそね、火薬系とかだいぶ余ってたんで、せっかくね、ロケットランチャーの弾とかもレシピ覚えたばっかりで、まあ、ロケットランチャー使った拠点抜きとか行きたかったんですけれども、結局まあ入れないっていう状態なので、今ね、バイサバに入りまして、まあ、資材集めたり、レシピを覚えたりして、で、まあ、このサーバー入って2時間ぐらいプレイしてて、まあ、この状態まで持ってきたんですけれども、まあ、今からですね、そこの拠点を抜きたいと思います。まあ、本当はですね、サバイバルしていたサーバーでロケットランチャー使って、久しぶりにロケットランチャー使って拠点抜きした、みたいなこうね、やりたかったんですけれども、まあ、ちょっと不本意ではあるんですけども、まあ、サーバーがなくなってしまったので、このバイサバでですね、ロケットランチャー使った拠点抜きのパート、まあ、そんな感じで、締めくくりたいと思います。まあ、とりあえず105発ロケットの弾用意したので、まあ、すげえガチガチそうだけどね、まあ、ガンガン抜いていこうかなと思います。そしてまあね、この拠点、このはしごかけたのも自分なんですけれども、まあ、上から見たらですね、 3×5 ぐらいかな元は。でそこにここ三角がついてるという感じですね。で入り口がね、この1階部なんですけれども、一番外の扉はついてなくて、こっからね、走行版の片開きの扉がついてます。で、まあこの中心部のね、この 3×3 あたりにアクセスしたいんですけれども、この拠点4階建てぐらいなんで、どこにアクセスするのが正解なのかわかんないんですけども、まあ1階部のね、この中心目指してロケットランチャーどんどん撃っていこうかなと思います。あ、500分の2だったんですけども、このサーバー俺だけになったな。500分の1になりましたね。ということで敵も来ないと思うんで、ロケットランチャーただぶっ破していこうかなと思います。いや、まあこのサーバーね、バイサバなんですけども、レシピがねないんで、まあこうレベル3のものとかね、レベル3ガチャ回しまくったりしてレシピ覚えてました。でもね、タレットがね作れなくて、敵が来た時どうしようとか思ってたんですけども、結局落ちちゃったので、まあ、抜いていこうかな。では撃っていきたいと思います。撃ちます。久しぶりに撃つのロケットランチャー、気持ちいいね。まあな、でもな、バイサバで撃ってもっていう感じではありますけどね。まあ本当はね、サバイバルしていたサーバーで気持ちよく撃ちたかったんですけども。まあ仕方ない。さあラスト。これで壊れて。空洞とかはないよな。やっぱガチガチだよな。しかも全部装甲版で強化してるのがウケる。撃ちます。でね、これ壊したら左ぐらいに入っていこうかなと思います。走行版の壁から行こうと思ったら15発ぐらい撃つからね。とりあえずこれで扉壊れて、これずっと縦についてんのか。やばいね、これ。ほう。この辺撃っていこうか。こっちの左側をね、壊していきたい。さあ扉壊れて、まあ撃ち続けていくか。まあでもぶっちゃけた話すると、いつワイプ来るか分かんないんで、まあ、急いで拠点抜き終わらせたいところであります。上が壊れたかこれ。うわー、すごいな、ガチガチに組んでんね。手前のあれが壊れたの？見えづらい。残り一発。炸裂で撃っちゃってもいいかもね。お、当たり判定出たぞ。火炎砲台かなんかかな？人か？お、空洞だ。てか、タンス。タンス見えたんだけど。マジで？サプライシグナル。
おいおい、全然持ってねえじゃん。ロケットランチャー高速。ほう。タンス来たっていうね。えぐい。数がもうやばい。なんなん、焼けた家を10万とか。常金5万っすね。金属片17万って。えぐない。まあでもなんか虚しいな。バイサバだけあって。C4 貼って。この上はレベル3ベンチ。1、2、3。あ、でもチェストある。むちゃくちゃって。むちゃくちゃだな。あ、でも2つは空だ。お、バック薬51。ん？なんもない。箱があるね。サプライシグナル4つ。M249。ロケットランチャー。サンキューライフル。微妙か？いや、微妙なわけないか。常金5万だもんな。めちゃうめえよ。え、ここなんもないじゃん。あ、マジで？これもしかして、ここの常金壊してたら、板金の扉でこれ内側入ってこれる感じだったんだ。じゃあロケットランチャーの弾ちょっと無駄にしてるな。ロケットランチャーの弾まだ82発余ってるんで、火薬寝れるか。あ、でもあれか。でもこれ金属パイプがないからクラフトできない。すごいな、これ。これで10万ぐらいあんじゃん、常金。おかしいよ。普通のサバイバルに戻れないよ、こんな。そしてこの道の先にですね、もう一つ、なんか装甲版の強化のね、拠点があるんで、そこも今から抜きに行こうかなと思います。しかも前方にエアトル降ってるっていうね、二つ。お、見えてきた。あの装甲版の塔っぽい拠点、あれ抜いていこうかなと思います。また常金10万とかが待ってんだろうな。もう常金10万とか笑っちゃうわ。はしごかけてちょっと登っていこうかな。ここが扉ですね。やっぱみんなバイサバ倉庫版で強化したがるんだ。え、開いてる？開いてんじゃん。あら、これ抜かれてる感じ？どういう拠点これ？倉庫場の扉じゃないね。板金だね。まあでもここが出入り口だと思うんで、そこを抜いていくかな。内側にアクセスするとか。でもここか。こっから抜いた方がでも早そうな気もするけどな。箱がある。何も入ってない。まあ元はこれ 3×3 っていう感じだね。ここから行きましょう。貼ります。ここはね、でも倉庫版の扉じゃなくて板金っぽいっすね。だから柔らかそう。買い放題。うわ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 。ロケットランチャー撃つか。あ、でも壊れてね。マジで壊れた。トラップ置いてあってももうゴリ押ししていくからね。ほう、なんだ、 2×2 に絞られたぞ。あれ、上行く。すごい、ぐるっとなってるね。ここがタンスか。ほう、撃ちます。まあ、タンスだろうね、ここが。お、チェストあるね。熱いぞ、これ。熱いのか。でも、人がいないね。見ていきましょう。おいおい、入ってねえぞ。ほう。さっきの拠点よりは美味しくない。っていうかさ、タンスの中に、コンピューター入れれんだね。さあ、チェスト壊して。え、箱何も入ってない。嘘でしょ。マジか。え、なんかさっきの拠点となんか作り似てない？ありましたね。おー。すげえ武器ある。炸裂もらっていくか。
え、でも俺の方が上手くないか。うわ、なんかくだらねえもんいっぱいあるな。なるほどね。スクラップ450。バイサバなのに、普通のサーバーみたいな。あ、で、ここで上行く感じか。え？待って。一番上まで登ってきたらさ、これ、はしごで登ってきたら、この上から、下降りて見れたっていうね、これ。ここまで入ってこれんじゃん。いや、マジか。なんか見た目めっちゃ硬そうな拠点なのに、いざ抜いてみるとめっちゃ柔らかいっていう。ちょっと不完全燃焼的なところがあるんで、抜かれてなさそうな拠点見つけたいね。気球どっかにねえかな。あんまり拠点ないっすね。あそこはなんだ？せっかくロケットランチャーの弾作ったのに、まだ25発しか撃ってないからな。梱包使おうかな。よし。なんか扉とか1枚だけのような気もするね。長いな、これ。あと1枚だけ。長くて不発で最悪やん。あ、炸裂するてばよかった。多分空洞だと思う。ほう。チェスト一つだけ。梱包50枚笑うな。C4、え？ C4 50枚？えぐ。もらってこ。やりたい放題やんけ、こんな。しかも、焼夷25発。この拠点美味しいね。タンスは？タンスはでも微妙。木材10万はやばいな。待ってこ。あと一つぐらいは抜きたいけどね。あれ？なんだ？ああ、空港のやつか。これなんか抜けない拠点もうないだろう。C4 50枚はさすがに、やばいわ。外壁張った拠点とかないのかな？やっぱバイサバだとないのか。ミニコプターか、気球乗って、まあ、上空から拠点を探したいですけどね。バイサバね、結構海岸沿いにね、拠点あるイメージだね。え、なんかある？あれはちょっとでも上がな、風化してるっぽいね。ワークベンチレベル1が置いてあるってことは拠点ありそうやぞ。いや、ないか。え、案外洞窟の中とか拠点あったりする？いや、バイサバで洞窟は建てんか、さすがに。え、しかもこれさ、最強洞窟じゃないの？最強洞窟や。ま、さすがに拠点はないかなと思うんすけど。あったら笑うけどな。え、あるやん！何このガチガチ。すげえ風化してる。え、抜かれたんかこれ。え、迷路みたいになってる。通れへん。何やこれ。こっち側通れないっすね。なんか奥っか風化してたっぽいけど、ちょっと。ロケット撃ってこうかな、これ最後に。多分ここ撃って壊せばなんか見える？扉開く見える。この先に何があるかめっちゃ気になるな。撃ちます。え、光らへんやん。いや、C4 貼ったのか。貼ります。やばい。怖い、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 怖い。あと147。1枚で壊れるかな。多分あれ、半風呂じゃないんだよね。これで入っていけるやろ。あ、でもここを壊さなあかんのか。この手前、壊します。5枚ぐらいで壊せそう。目覚まし時計か。
いいね。梱包と違ってスムーズで。え、まあはしごつけて上上がるか。待って、どうなってんのこれ。どんな趣味これ。これいちいち建築したってこと。これなんか降りてってみてもいいかな。これ怖いな。降りてみようか。怖っ、何これ。四角来ましたね。いや、チェストも何もないやん。何怖すぎる。これ癖強いな。これ相当暇人なんやろな。だってこれ全部常勤で強化してるってことやろ。あ、気球発見した。これでちょっと上上がってみるか。え？爆発音したんやけど。あ、あれか、ミニコプターが壊れたんか。びっくりした。なんか輸送機がずっと港の上で止まってんだよね。何やってんだあれ。なんかあれ見えてきたけど風化してるっぽいんだよね。お、待て待て待て、なんかあるぞ。あー、でも風化してんな。すげえ外壁張ってるね。あのメインの拠点風化してんのかな。サブっぽいところは風化してる。タレットもあって、まあ、どこがメインかわかんねえわ。どうしよう、あそこ行ってみようかな。でもなんか抜かれてる形跡はないんだよね。最後あそこ行ってみるか。タンスは、うわ、めっちゃうめえなこれ。OKOKOK。 あ、やべえ、待って、手つきれた、やらかした。